ただいまご紹介いただきました国学院大学の笹生ですよろしくお願いいたしますもう時間が限られていますので早速話を始めたいと思いますで私のは話は大きく3つの話をしていきたいと思います一つはそもそも人間はなぜ神を考えるのかお祭りの構造っていうのはどういうものなのかこれを まあ近年の,の人間の脳の認知機能に基づいた認知宗教学という視点から再検討してみようというふうに考えています。まあ、これは宗像の祭祀や神官を人類史全体の中に位置づける作業になるかなというふうに思っています。それと2番目は宗像遺跡の沖ノ島の祭祀は7世紀後半頃を活気にして土器や滑石製の,あの片城を大量に使う えー、祭へと変質をしますこの意味とは何なのか古代祭祀の変質は何なのかというところを2番目に考えます。で3番目はですね、えー、宗像・沖ノ島祭祀が大きく変化をする9世紀から10世紀なぜこの段階で宗像の沖ノ島の祭祀そのものがよく見えなくなってしまうのかでそれがどのように中世の宗像の神様の信仰へとつながってくるのかこの話を最後にお話しさせていただきたいと いいう,うに考えていますでまず最初の、まあ「なぜ人間は神様を考えてお祭りを行うのか」まあ、これは近年ですねあの20世紀の末からあ21世紀にかけて宗教学の中で新しい動きとして認知宗教学という分野が開かれてきました。特にに人間の脳の脳認知パターンに基づいて 考考ええたらら宗教はどういうふういに考えられるのかと,いうことですまあここで指摘されているまあ今日は要約してしまいますけども特定の動きや現象の背後にそれを起こしつかさどるこれ現状ですとエージェンツという言い方をしてますけども日本語訳すると「好意者」を直感をして同時に「好意者」には意志心があるというふうに考えるこれが一つの人間の基本的な認知パターンとしてあるだろうということが複数の、えー 研究者からすでに指摘されていますそれともう一つ重要なのはこれはスチュワート・ガスリーという研究者の方が指摘しているわけですけども現象の行為者を人間と同様に人格化するこれも最初からこうしている人格心が後から出てきたんじゃなくて人間の動き人間が考えてますから人間が考える神様は当然人格化しているこれは当初から人格化する、まあ、こういう前提で神様というのは考えられる。 まあ、これらは人間の脳の認知機能に基づきますから現世人類はですから大体4万年ぐらい前に現世人類の脳の構造っていうのは固まってきたというのがほぼ今指摘されていますけどもその段階である意味じゃ神様や霊魂目に見えないものを私たちの祖先から考えてきているということになります。でそれれでとととといいううののののは何ななかか、まあ、人格化される神様ということになりますから特定の現象の行為者と は人格化されますから人間との関係で人間同士の関係がそこに当てはまります人間が貴重な品などを提供するとそれの返礼として望ましい現象を表してくれる維持拡大してくれるこれを期待して行うのが祭祀ということになりますでもう一つ重要なのはここで重要なのは相手に対して非礼なことをすれば相手は怒りますっていうことが祭祀でも適用される交換 この人間と神様、あの後遺者との交換の中で比例や不浄なことがあれば当然、たたりや災害につながってくる、まあ、非常に危険な反応も出てくるということでその中でお祭りにおいての正常性や彩色という、まあ、失礼のないようにということは今の神社でも盛んに行われますけどもこれがその形で出てくる、まあ、こういう考え方というのは自然環境の働きに由来する日本のレッドの神を考える上でも非常に有益な視点だろうというふうに思っています。 でこれが具体的に表されてくるのが例えば「古事記」「日本書記」や「演技式」などの神様を「どこどこにまず神」という表現で表すことです。えー、ある意味じゃあ働きが現れる場所そこには後遺者がいらっしゃるという考え方ですねですから神様が祀られる場所というのは神様の働きが現れる場所。で 今日の話の中心である胸形三女神についても興津宮中津宮へつ宮それぞれ沖ノ島大島海の浜のに増す神として表現されているわけで胸形、えー、の神様については島と海の浜の環境の働きにその神格祭祀の基礎があるというふうに言っていいんだろうと思います。でははその働きとは何か 宗像三女神の働き、まあ、これ「日本書紀」の中ですと、まあ、海の道の中にいて天孫、まあ、を助けようということでまさに海上交通との関係で語られる海上交通の中で宗像の神様の働きというのが語られるわけです玄界などの海上交通における沖ノ島大島海浜これは具体的に言うと釣り川河口の環境の働きが宗像三女神の神格と直,直結しているというふうに言っていいと思います えー、沖ノ島の海上交通における働きこれはもう,もうこれ今写真をお見せしていますように。 からも遠望できるる海の中に見えるえっと、私の資料だと、えー、あの岩石の名前変えてますけどあの最近の研究ですと石英斑岩ではなくて白色業界岩が正解だということになりますのでお手元の資料白色業界岩に訂正していただきたいと思いますけどこの写真で見られたように隠岐の島の一番高い山一の竹は白色業界岩の巨岩で構成されています。まあ、海の遠くからも見るることができる 海上で公開目標としての働き、これに上海の基礎があるというふうに言っている対馬から沖ノ島へ向かい沖ノ島からさらに大島を視野に入れて海上を進むことで釣り川河口へと至ることができる、まあ、これ逆のことも当然言えるわけですねその場合海上目標として最も目立つのが島の最高峰一ノ竹ということになるわけですじゃあこの一ノ竹と最新遺跡の関係です最新遺跡の位置沖ノ島の南西の中腹の平坦面で その中でも、最も、最も一ノ竹に近いところ、一ノ竹に直下に当たるのが、この一番古い祭祀遺跡になってきます。最古の祭祀遺跡、十六号、1九号、十七号は、愛郷巨岩の周辺に立地しているわけで、この直上に一ノ竹を望むことができる。えー、沖ノ島の最初の対象というのは、一ノ竹を対象に始まった可能性が考えることができるだろう。 えー、沖ノ島に増す神というのは五木、まあ、島の姫の巫女と決済する島の女神という名前からしてもこの島そのもの特にその中でも一の竹の存在これが非常に大きい海上での目標となる点というのは、えー、そういう意味では大島の最高峰である三岳山も同じなわけでありまして三岳山頂の最親戚が残されていることは皆さんご周知のとおりです。 えー、沖ノ島の一ノ竹と大島の御岳山を結んだラインの延長線上に今度は釣川かこのへつみ谷が立地する場所があります。でこの地形をもう一度きちんと見る必要があるということでへつみ谷に今度はお話を移したいと思います。えー、これはあのカシミル 3D でこの周辺の、えー、ここにへつみ谷があるわけですけどもへつみ谷周辺の地形を復元したものですけども、えー、と。 ここにへずみアがって前はちょっと低いところになっていて山城のここのところに品底ですね砂丘列があるんですけどここで古墳時代の浜宮海賊かこれ古墳時代の漁楼集落が見つかっていますここから推定するとどうも当時の海岸線というのはこういう形で復元できるこういう形で復元できるこれおそらく後で話をしますが平安期以降に形成されてくる そうなってくるとヘツミアの正面には大きな石湖、まあ、ラグーンの地形が復元することができるわけで、まあ、石湖というのは外海から区画された、まあ、波静かな港湾としての働きが推定できるわけでありましてこのまさにここでは島とは違った働き。 港湾に適した島を島あのあ外海の海から、ま、船を守ってくれる港湾としての働きに、えー、神様を直感して祀ったのがまさにこのヘツミヤの神様島とこの港湾の組み合わせこれがこの働きに沖ノ島の宗方の三女神はあるというふうに言っていいんだろうと思います宗方三女神の神官の基本には海上での公開目標としての沖ノ島大島の働きと 吊、えー、川河口にある港湾としての正規庫の働きがあるまあ、こういうふうに考えていいのではないかと思いますまあ、こういう形で、えー、沖ノ島、えー、大島それと吊川河口の働きに神を感じてお祭りが始まるわけですまあ、4世紀後半からお花お祭り始まってくるわけですけどもそれが大きく変化をするのが7世紀後半です、えー、大量の土器を使って えーまあ、末期の,の食前を、うん、食前具が大量に使う形へとお祭りの形式が変わってきます。ここでおそらく祭祀の形式が変わってくる、えー、でその中で土器を見てみ見た見るとよくわかるのですけどここにある有効土器から分かりますようにもう土器の中には焼く前から穴を開けている土器が出てくる。これはもうお祭り 日常これやったらお味噌汁こぼれてしまいますよねですからこれお祭り用に意図的に作っているですからこの末期の生産そのものも祭祀を前,前提とした再起業を作る体制がどうもこの7世紀後半ぐらいには整ってくるということになります。 で宗像地域には5世紀末期まで遡のる末期の宗像の鎌跡群というのがありますが末鎌跡群というのもこの中に含まれてくるわけですけどもまさにこの末期の生産というのは伝統的な末期生産が背景となって展開してくる。 で同じような状況というのは実は皇太神宮儀式帳伊勢神宮の古代の彩色を記録した中でも末期やはじきの生産体制がやはり古い6世紀代からの系譜を引きながら7世紀の後半で整えられてお祭りの中に組み込まれてくる、まあ、こういうようなことが実は伊勢神宮でも行われている。でもう一つ重要なのののは号号遺跡や5号遺跡跡や中から玄海灘式の えー、声援の時これがそうですこれが出るんですねこれも声援した場所からあーお祭りの場に、えー、塩が持ち込まれてるこれも実は後退、えー、神宮儀式町で全く同じことが行われてます、えー、三崎物恵美という塩を焼く特別な役職があってこの人が焼いた塩がお祭りに使われる ですから同じ体制、神宮の体制と非常に似た体制が7世紀後半ぐらいに整えられていく。で、神宮はいつこれが整えられたかというと、えーまあ、高徳天皇の時代ですね、えー、7世紀中頃を画期として、神宮は祭祀の体制が整えられますけど、それにやや遅れるのかもしれませんが、えー、宗方軍においても神宮と同様に、7世紀後半ごろに神宮の設置が行われて、それに伴って祭祀の実施体制が整われていく。 でそれともう一つこの時代に大きな変化を示すのが棟、えー、方の沖ノ島越後祭祀からこれ大量に出ています報告書で見ると、えー、人型が68点馬型が40点船型が10 108点ということで、まあ、形の分かるものあとは玉類と有効円盤が多いんですけども形の分かるものとしては人型馬型船型が大きなセットになってきています。 で実はこれと類似したあ片城の蘇生というのが最近の調査の中で分かってきています鳥取県の青谷横木遺跡というこれは、えー、山陽道の艦の,の道ですね。 今でいう国道の道の移行なんですけどこの脇でこの道に沿ったところからやはり木製の片代類が出ていますここでは2万2500点、まあ、大量に出てるんですけどもこれやはり蘇生がですね人型が748点馬型が1747点船型が72点ということでこの辺りがやはり中心になってくる。 首都馬船というのが結構重要なんですね。で、この片代の湿度地点というのはあの青木横木遺跡ではあの日置川という川をこの環道が渡る渡河地点に渡ってくるわけなんですねで渡った先のところでも実は木製片代が出ていまして首都型馬型馬がやはり大量に出てくる、まあ、こういうふうに見てくるとどうもこの沖岐の島の人型馬型あ船型も同じように考えるといいのか。 でえこれについては例えば肥前国不時の中でも佐賀郡の川上の荒ぶる神様を鎮めるために土で人型と馬型を作って捧げたというような話が出てきています。で えと従来ですねこの人型馬型歴史時代の8世紀から9世紀の人型馬型についてはこれは平城京にいらした私の先輩でもあります金子博之先生が大払いや陰明堂払いとの関係で払えとの関係を指摘をされてきていますただ私はこれ問題があるというふうに思っていまして金子先生の解釈ですと平安時代の陰明堂払いと奈良時代の大払いを直結させた理解なんですねこれちょっと無理がある。 ということでもう一度きちんと考えてみると。 えー、その目でもう一回見てみると、まあ、今回の「あのー、かや展」の展示の最後の方にも並んでたんですけども実は古墳時代にすでに人型や馬型土星のものが作られていて、えー、捧げ物として使用されているさらにそれは時代が下って今ここに12世紀の年中行事絵巻を出しています京都市立芸術大学の模本を出してますけどこれ今宮神社の境内の本殿がここにあるんですけどもこれをアップすると実はここに馬がいますね。 エマがあって、ここの人型が同じようにぶら下げられてんです。人型馬型は本殿にぶら下げてますから。お祓いで使ったものをあげるってことは、まず考えられない。やはり捧げ物というふうに考えますから。そうなってくると、沖ノ島のこの人型馬型についても、同じように考えていいんだろうと。ええー、宗の沖ノ島一号遺跡の化石性人型型白類は。 原へとの関係ではなくて海上交通路上でさげた神へと捧げたヌサとしての性格捧げ物としての性格が考えられるというふうに言っていいのではないかなと思っています。 宗方の沖ノ島の最祀遺跡全体を見ると4世紀後半から末期それから5世紀中頃からそれから5世紀中頃それから6世紀後半に明確な遺跡が残されています、まあ、これは鏡やバグや、えー、豪華な品々を使ったものですでこれはどうも、えーまあ、国家的な対外イベント、大きな対外イベントに伴った祭祀というふうに言っていいと思うんですけども7世紀後半からは このそれから活石性地元の活石性片代を大量に使った形へと変化をしていくですから7世紀後半からはどちらかというと進軍が設置をされて地元のえ細工・細量のえ供給体制が支えられた高,高齢的な海上交通への祭祀という形へと変化していってそれが末期やえ活石性片代に現れている。 で形地域ですと石製模造品の製作というのは藤原か神谷崎遺跡に見られますように釣り川流域中流域で5世紀代まで遡っていますのでこういうものをベ,ベースにしながら地域の伝統に根付く多量の化石性型代が作られてそれがま地域的な祭祀の側面それと高齢的な祭祀の側面も加えて7世紀から8世紀にかけてま定着をしていく、まあ、こういうふうに考えていいのかなというふうに思っています。 じゃあそれが今度は10世紀以降どういうふうに、えーまあ、変化をしていくのかというところを最後に触れていきたいと思います。でここで重要なのは先ほどの宗像・へつみや周辺の環境と、えー、景観の変化です。えー、古代の、まあ、海岸線、まあ、この辺りに考えられるわけですけどもこの堤線ですねこれが古代の海岸線として考えられるわけですけどもその北側に2本の品堤ですねこれ。 えーまあ、砂の高まりがあるわけです、えー、ですから古代とは多分今とは景観が大きく違っているで現在の景観こういう形で、えー、釣り川の河口がまっすぐに今出ていますでおそらく江戸時代の寛政、えー、3年1791年に、えー、釣り川皿へということでこれが切り,切り通されるわけですけどそれまではこういう形で、えー、おそらく火口稼働が出ていた。 という形になるわけですねその中でおそらくこの古代にあったこの古代の石湖ラグーンの堆積がおそらく10世紀以降進んでいったんだろう古代の公安として非常に重要だった石湖の構案機能が大きく変化をしてくるでそうするとどうもこの品定の形成時期が重要になってくるわけですけどこれをは10世紀以降におそらく考えられる。で これについては列島内で大きく見てみると同じような現象が、えー、日本海側の敦賀、えー、白衣、ね、それから関東地方でも実は、えー、同じような現象が起きてきています。えー、滋賀県の塩津港遺跡では、まあ、9世紀から10世紀に。 今度は港の遺跡が水没をしていますそれから京都府の鴨川周辺では今度は逆に川の洪水によって河正面が削られて川底が低下してくるということも起こっていますで同じような現象が東京湾の沿岸ですと海浜の品底がやはり発達をしながらそこに流れ込んでくる河川の中流域の河正面が低下をする まあこういう現象が列島内広範囲でどうも10世紀以降見られる日本列島の広範囲で突発的な大,大量取水があり河川や貧帝の海浜での地形変化がどうも10世紀以降。 あの広範囲で発生していいた可能性が高いでこれについてはですね私もこれあの研究で共同研究に参加させていただきましたけども、えー、京都の地球圏で行われましたあの今あの名古屋大学にいらっしゃいます中塚隆先生が行った年輪セルロースによる気候変動の分析でもやはり10世紀というのは大きな変革期になってくる。えー、まあ 非常に乾燥傾向が強いんですけどもその中で、えー、ある意味では、まあこ,れそうですね、こちらの方が乾燥傾向が強い年こちらの方が湿潤が強い年ということで乾燥傾向が強い割には突発的な洪水が発生するというような傾向がこれはあの今出してるのは中塚先生のグラフなんですけどもこれ1年単位で実はあの精度が非常に高い内容になってるんですけどもこれの1年単位で出てる記事と 日本三大実録と日本気略に出てくる洪水と干ばつの記事を当ててみるとほぼ重なってきます。ほぼ重なってくるということはどうもやはり10世紀というのはこういうような地形変化が非常に大きな時代であった可能性があるでその中でおそらく宗、えー、方のあそこの品艇もできてくる。 でそういうようなあ10世紀の中で、えーまあ、朝廷はまあ災害が多く起こるわけですけどもその中でどういうことをやってるかというと、まあ、10世紀における宗教面で主な災害に対応する、まあ、朝廷では神様への訪米や三両への使いを遣わすことそれから人能への実施、まあ、こういうようなことが関武天皇佐賀天皇仁明天皇の時代あたりからはっ,はっきりするわけですけどこれを盛んに行うようになります。 仁、えー、や大獄殿以外でも任納経を転、まあ、読をする、まあ、この任納経っていうのもまた問題で新しく今度は福という人が唐でこれあの安子の乱の後に、えー、重役ということでもう一度お、えー、訳し直されたのがこの任納五国藩に原見た経これを空海が持ってきて今度日本でこれをまた、えー、災害対応として使っていくということになるんですね。 その中に面白い一説があるわけです。えー、そ,のそれぞれの国の中には諸国土中に無料の鬼神があってその無料にはまた無料の権賊がついているでもしこの教を聞けば南寺の国土これ大王に言ってるわけですけど南の国土をこの鬼神が守ってくれるというふうに言ってるわけですね。 でこの大王を天皇にあてて諸国土っていうのを、えーまあ、日本にあて,てるとすると諸国土中の無良鬼神というのは全国の神様にあたるわけで神様にこの忍狼教を聞かせれば国土を守ってくれる守護してくれる鎮守してくれる、まあ、こういう認識が、まあ、あ10世紀以降つな広がってくるわけですね新たな神官が出てくるで10世紀の災害激甚、えー、化と忍狼教のまあ内容とはある意味じゃ整合してくるわけで。 神社での仁王教の天読ですねそれがまあ盛んに行われるようになります神が仁王教を聞くことで神社の鬼神が国土守護の神へと転換をしている、まあ、王女鎮護の神のイメージがここで作られてくるわけです でこうなってくると、まあ、神様をそれまでの古代の神様を、えー、まあ中,世あの中世に移行していく上で今度仏教的な解釈がここに加わってくるわけです。で実際宗像の神様も90世紀の宗像の神様は国土を守護する神様としての側面それと仏教化したあの神様としての側面が出てきます。えー、天ののの乱の平定後宗方の神に菩薩衣 仏様としての位である菩薩を授けてほしいということで実際に菩薩が授けられます。で祭祀も今までの山の幸や海の幸を使ったお祭りから仏教のお祭りへと変えますというのが出てきます。これはあの天元2年西暦年2月14日の 宗方宮の大宮寺を部任する官府の中に具体的に出てきますルイジュフ戦書第一の中に収められています宗方の神様も明らかに10世紀には仏教化してくる、まあ、古代の自然環境の働きに由来する特定の環境に増す神から仏教協定に,に意味付けされた国土守護の神へと宗、まあ、方の神も姿を変えていく 日本の神器が仏教教義で解釈をされ名前をとあ唱えることで使命を招くことができる仏教の感情の論理がここに適用されてくる法鋭の場合と神様を感情する、まあ、これ記録の上でと、とこれ京都大学の上島先生が指摘していますが長歩4年の最小うが一番古い事例というふうにされていますがおそらくこれに前後するな中で地方へもこの感情の、えー、神っというのは浸透していくんだろうと思います。 12世紀には地方の神々にも感情の対,が対象となるあれ、あの内容が出てきます。それを具体的に示したのは、ここにある塩津港遺跡から出土した神社遺構から出てきた、これ、保園3年目の、一番古い弔問、えー、の木札ですけれども、保園3年、1137年の段階では、梵天、大釈天、四天王に加えて、往生鎮守の神様として、八万家門、三の七社などの神様が感情対象として具体的に書かれている。 えー、各国の創者国内の神々を勘定してその国,国,国の国府の近くに、まあ、呼んでくる、えーまあ、それをするための国内人名帳というのも12世紀には成立をしてくるでそこで重要なのは祭祀の建物神社は自然環境の性格働き、まあ、これは古代の神様そうだって言いましたけどもそこから独立して、えー、古代来の鎮座の場所環境とは関係なく勘定されて中性的な荘園高齢の守護神 神として信仰されるという神官がこの段階には明確となってくる棟方じゃあ最後棟方はどうかというところでお話をまとめたいと思いますけどもじゃあ中世のカタ社が古代のカタの神社が中世のカタ社へとどういうふうに変化するかここにやはり皆さん申し訳ないこの資料はお手元になくて申し訳ないんですがこういうような地形の変化が恐らくあったんだろう。 10世紀海浜の品定が発達をしてここのところですねここにあってあの釣り川の河口の角はここに行きます、えー、古代以来の河口の石湖はここの部分は堆積が進んでいきますここにヘツミ上があります港湾としての機能が減退してくるで一方西側を見てみるとこちらに艶崎の潮入り干潟がありますこれはここの品定がある意味で発達することによって外界から明確にあの切り離されて ここの広い内水界が安定化する港湾としての機能が高まってくる津谷崎の塩入り干潟の入り口そこにあるのがある地西の後ろ遺跡ですここからは大量の貿易当時も出土していますさらにこれはあの九州大学におられた服部秀夫先生が指摘しておりますが、えー、高田という牧場が出ている、まあ、高田の牧という、えーまあ、あ二層貿易の拠点の 中枢がどうもここにななってくるんじゃないかでそこにあるカラボウという地名からもこれが日宋貿易の拠点がこちらに移ってくるんではないかでこの高玉の牧の牧師ですね現地管理者には宗像明中などの宗像軍の大宮寺経験者が就任しています。 えー、具体的に、これは所有期。見ますと、万十二年、千二十五年の記事などでは、宗方明中から藤原実助、瑠、え、璃、ー、青瑠璃二校、えー、それから茶碗、えー、壺三校などの唐、えー、物を献上しているというのが実際出てきますから。十一世紀にはそういうことが行われている。宗方は、そういう意味では、壱それからその中間にある小路島、それから宗方、津谷崎を。 直接つなぐ博多を経由しない日ソ貿易の拠点へとなっていてこれに宗像大愚寺が深く関与する、まあ、こういうような形になってくるそこからライした定山宮の石像駒柳これは宗像の信仰に、えー、大事に守られていますけどまさにそれはあの存在はこれを象徴しているというふうに言っていいんだろうと思います。沖の島は新たな、えー、ルート 息下島宗形から、まあ、ある意味じゃ外れてしまいますので古代以来の神様の存在を象徴する場に宗像の沖ノ島の働きというのは特化していくるですから一般の人々が足を踏み入れない聖域ですね金属地としての意味をここで明確になってくるでその代わりはは今度は信仰の中心になります帝一宮帝二宮帝三宮ということでヘツミヤの境内には 宗像三女神をが豪祭する宗像宮の中心格的な祭祀の場になっていくですから公安の神様として古代は祀られていたわけですが公安の機能が艶崎の塩入り干潟の方に移ってしまうとヘツミヤは今度は祭祀の場もっと言うと宗像大宮寺の中心的な祭祀の場として機能し始めるですからそこには帝一宮帝二宮帝三宮という三柱の神様が並び立つ境内景観がそこに成立します。 12世紀以前少なくともこれが建仁元年のこれは帝三宮の石像狛犬の,の後ろにある名文ですけれどもそこには建仁元年にはの年号が出ていますから建仁元年以前には少なくとも帝三宮までの三者が並び立つ景観が12世紀の段階には成立しているというふうに考えていい。 で帝一宮はこれは一番古い記録であります賢治3年1277年の御鎮座次第を見ると宗者三所中の間中央には第一第一大菩薩これは興津宮第二宮中殿これは中の間には第二大菩薩中津宮の神様ですねそれで帝三宮これは地主の神様として本殿内陣には帝三大菩薩へつ宮の格 神様は祀られるという経験が成立するわけで、特にここで僧者という言葉が使われてるんですね。僧者というのは国府の国府に国内の人気を、えー、まあ感動した僧者と一致する名前でありまして、島海浜の環境とは関係なく仏教信仰に基づき感動され。 宗方三女神がすべて祀られる新たな境内景観が少なくとも12世紀までには成立をしてくるそれともう一つ重要なのはこの中世の宗像宮を支えた根本神領これはあの宗像の中世の文書に出てきます末稲本土穴などが出てくるんですけどもこの末これは5世紀以来具体的に言うと6世紀以降まあ活発になる寿恵生産を行った末陽子軍の隣接地帯です。 中世の診療もそういう意味では古墳時代以来の伝統の中で官兵もしくは最,最新に関わる機材を供給する体制を作っていくでそれが12世紀以降には今度は中世の根本診療として位置づけられてくるというふうに考えていいんだろうと思います。 古代の宗像三神への信仰祭祀というのはそういう意味では10世紀の環境変化や新たな日宋貿易との関係の中で新しい信仰と祭祀の場の景観を形成したわけですけどもそれだけではなくてその基礎には古代以来の祭祀の場それから古代以来の人間のつながり神への信仰これがあったことは間違いない。 いうことを最後に一言強調させていただきまして私の発表は終わりにさせていただきますどうもご清聴ありがとうございました